あれが感情遺跡か。場所はドランが言った通りで間違いないね。でもちょっと怖いかも。洞窟にはムーンストーンのために入ったけど、遺跡に置いたらどうなるのかドランは言ってなかったから。うん、確かに。でもドランさん様子いい人そうだから。危険ならドランがそう言ってたんじゃないかな。確かに余計な心配かもしれないね。下に行ってみよう。あと少しのところまで来てる。あそこにあるのが。そうだね、あそこにあるのが。あ、はい。待って、これ飛ばないと無理じゃないの。あ、でも動き使えない。さすがにこれ、どっから降りんの。ところでおばあちゃんは。おばあちゃんはくじけてない。夜泣き呪文を使って密猟者が現れたらコートの材料にしてやるって息巻いてたよ。やつらを呼び寄せたのは私。辛いよ。スニジェットを追いかけたって聞いたら喜ぶよ。そうだといいな。おばあちゃんは守るべきものを守ることの大切さをよくわかってる人だから。どっから登れんだこれ。どっから登るんだ。待って、道間違えてる。あ、登れた。よかった。ムーンストーンを持っていく場所が分かったって言ってよさそう。学者のムーンストーン配置。ムーンカーフのダンスだよ。めったに見ることができないんだから。満月の時しか見られないはずなのよ。ひょっとするとムーンストーンのおかげなのかもね。ムーンカーフが模様を残すのは普通なの？ダンスに同じパターンは2つとしてないんだよ。詳しく調べたかったらしっかりスケッチしないとね。ムーンカーフのダンスを一度だけじゃなく二度も見れたなんて、おばあちゃんが聞いたらきっと羨ましがるな。前にも見たんだ。最初の時はただの偶然。ハイウィングに乗ってなかったら見落としてた。あの夜、ハイウィングに会った夜、実は。これは、なんだろう。話したくなければ無理に話さなくていいよ。話しておきたいことがあるの。5年くらい前、ハイウィングは密猟者に捕まっててね。最初は売り飛ばそうとしてたけど、結局は殺すことにした。多分もっとお金になるからね。私はハイウィングを解放して一緒に逃げた。長い間飛んだ後、ムーンカーフがダンスしているのを見つけて地上に降りたんだ。それがいい印のように感じたから、最悪の状況が終わったって感覚。君が言ってることの意味を聞いてもいいかな。あのね、ハイウィングを逃がした夜、私は自分の家からも逃げ出したの。密猟者のキャンプからね。私の家族は密猟者だったの。お、そんなことが。そんな、なんて言えばいいんだろう。ポピーがどんな思いで生きてきたか想像もできないよ。私は馴染めなかった。大きくなるにつれてそれがどんどんはっきりしていったの。おばあちゃんが私を引き取るって何年も親を説得してた。だからハイウィングと家出した時はまっすぐおばあちゃんのところへ向かったの。勇敢だったね。逃げて正解だよ。そうね。でも助けられなかった生き物もたくさんいた。今はとにかくそういう生き物を救いたいんだ。救えてると思う。見たから言える。間違いなく救えてるよ。手助けがあったからね。このことは誰にも話したことなかったけど、あなたに話せてよかった。話せる相手がいて嬉しい。
知り合いの密漁者に見つかる心配は。テントには大勢の密漁者がいたよね。知り合いに会わないか心配じゃなかった？密漁者は移動生活をしてるし、この辺りのキャンプに見覚えはないわ。でも誰かに気づかれたんだと思う。それでおばあちゃんにたどり着いたんだよ。なるほど。密漁者の邪魔をしてることを両親は知ってるの？親は君がやってることを知ってるの？例えばドラゴンを闘技場から救ったこととか。親とはもう話さないんだ。連絡してこないしね。最後に聞いた話だと二人はボルネオにいてアクロマンチュラで大儲けしようとしてたって。でも話が伝わってても不思議じゃない。時々伝わっててほしいと願う自分もいる。今になって親と話ができたらなって思うの。二人に目を覚ましてほしい。でもきっと無駄だって分かってるんだ。なるほどね。これはちょっと聞きづらい。信用してくれてありがとう。話してくれて嬉しい。ドランに伝えよう。その記号を見てもらうべきだよ。それから密漁者も倒さなきゃね。回収してくれたら私がドラン用にシンボルを書き写すよ。はい、取得。そして絵は完成した？あと少し。この模様は鳥かな。一応似た感じにはなったみたい。スニジェットを見つける鍵は月夜にありって日記に書いてなかった？そうだね。それだ。これをドランに見せなくちゃ。今どこにいるかは知らないけど、城に戻ってよく寝た後に追跡した方がいいかも。いや、行けるっちゃ行けます。そうだね。行く準備はできてるよ。サイドクエスト、人間関係クエストを完了。ケンタウルスと石で、ああ、そっか、これで一旦、また時間経過があるのかな。どうだろう、28、これやっぱりどうなんだろう。メインシナリオを進めて解いてからやるやつなのかな。どうなんだろう。でもちょっと見に行きたいからこれ見に行っちゃおう。マップ。あ、ちょっと待って、その前になんかいらないものいっぱい持ってんですよね。鑑定して売ってから行きましょうかね。識別するものがあれば役に立つのに。なるほど、未鑑定じゃなくて拾っただけか。装備。あれ？あ、これか。弱い。まあ2個ぐらいだったらわざわざ売りに行かなくてもいいか。よいしょ。で、ビギンウェルド入手。あれ、もう持てない。え、そんな拾った？まあいいや。多分拾えないんだよね。じゃあね、マップで。どこですか、それ。また遠いな。これか。なるほど。ちょっとこれ。はい。さて。あっちか。ちょっと待って、この辺アンロックしてないとこ結構いっぱいあるんだよね。今どこ？あそこか。いやでもまあ、あっちか。クエスト。はい。行きますか。なんかいる？よいしょ。ハーローを片付ける用意はいい？今度こそハーローにとどめを刺そう。
そっちはどう？リクル夫人からフクロウが来たんだ。ハーローの件で進展があるかどうか気になるみたい。マナー岬にいる友達から証拠が手に入るかもって。でも関わるなって言ってたよね。結構強めだった。確かにね。ハーローは僕たちがアーチーやレイブさんを助けたことを知ってる。手紙の主は夫人じゃなさそうだ。でしょ？うん、違うと思う。ハーローは待ち伏せするつもりだね。今度はこっちが有利だ。準備できるしね。私たちはハーローより強いし、向こうも分かってる。だからこんな卑怯な手を使うんだよ。行こう。準備は OK。 そうだね、終わらせに行こう。よし、ハーローの支配もここまでだ。ちょっと待って、なんか全然振ってなかったけど、才能ポイント6ポイントあんのか。ちょっと振りましょうかね。ボンバードとなると広範囲の爆風、グレイシアス、コンフリンゴ、ちょっと待ってね、俺アバダケダブラってどこで覚えるの？待ってね。そう、なんか忘れてる？やっぱこれ後なのかな。ちょっとでもさ、でもそう、才能か。でもさ、闇の魔術見てこれ、アバダケダブラレベル22だから、もう別に29でしょ今。手に入っててもいいはずなんだけど、なんでだろう、わからない。あとなんか使えるのあるかな、才能。コアプロテゴを完璧なタイミングで唱えると衝撃波とともに敵のシールドを打ち破る。敵の武器を奪って投げつけること。使えそうだから取ってみようか。それとあとボンバーダーちょっと強化してみようか。まあこれで行ってみましょう。知らせた方がいいかも。ビクルさんからもらった手がかりを追ってるってことは、もうフクロウで連絡した。レベリオ、お母さんに伝わるかもよ。伝わるだろうね。でも別に隠すのは疲れたし、アッシュワインダーズの危険がある限り私も安全じゃないってことを分かってもらわないと。私は最後まで追いかける。それは母さんも分かってると思う。君もね。まあもちろん。注意して、ハーローはこの辺りにいるはずだから。近くにいるみたいだよ。どこなんだ？分からない。辺りを調べよう。